日版株式会社は日常の様々なテープ材を製造、国内外に販売する総合メーカー。セロハンテープ、マスキングテープ、救急伴走高キャリーブ、バトルウィンスポーツテーピング、医薬品である、ロイ室母校用オノメタコ治療薬、スピール油の製造、販売などを主な事業としている。企業メッセージはぴったり技術で明日を作る。年。 薬剤師の宇多橋健一によって、宇多橋製薬所として創業。創業当初は、高校や南高の製造が中心であった。その後、高校の製法を応用して、ゴム伴奏校の製造に着手し、現在の会社の基礎を築く。主にメディカル事業と文具用、産業用テープを補う、テープ事業に分かれている。特に国内初のセロハン式粘着テープ。 セロテープを製造するメーカーとして知られる。本社は東京都文京区関口に上名。社名は旧社名の引き綱薬品工業にちなむ。日藩の由来は1944年第二次世界大戦による戦時下の材料不足を解消するため、日本国内の伴走工メーカー25社との合併統合で日本を代表する伴走工会社になることを願って、 歌橋が命名した東京証券取引所第一部上場1976年より大宝薬品工業が資本参加している現在は約32%を出資なお大宝薬品工業の親会社である大塚ホールディングスのグループ会社には同社の設立当初には含まれていなかったが現在は大塚ホールディングス及び 大放薬品工業の持ち分法適用関連会社である。2018年に創業100周年を迎え、近年は好調なメディカル事業の成長とアジア、欧州への海外展開が加速化。2020年、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進、協会にて、同年度、テーマ、プラスチックゴミ問題の解決につながる商品。 サービスにてセロテープが対象を受賞。70年以上前から脱プラスチックに取り組んできた実績が評価され近年は SDGs テーマとして注目される。世界中の新型コロナ感染症蔓延に対して同社の止血製品、注射板、インジェクションパッドなどがワクチン接種に貢献。URL h t t p s w w w n i c h i b a n c o j p スラッシュコープスラッシュ ir スラッシュライブラリースラッシュレポートスラッシュ pdf スラッシュ1 1 7 n y c h i b a n b r p d f に例に1年に一本放送ラジオにて、渡辺陽一末勝。日番グループのサステナビリティ SDGs。 東京 MX5 時に、無中関西、富士テレビ系列、ところジャパンで、テープカッター直線日が、開発秘話と共に紹介テレビ朝日、系列放映バラエティ番組、ザワつく。金曜日で、救急版走行に関するクイズが、出題2020年日本テレビ系、全国28局ネット、世界の果てまで、一って NHK、おはよう日本、街角情報室で、 プッシュカットが紹介 TBS 系列、東大王で、セロハンテープに関するクイズが、出題東海テレビバラエティ情報番組、大地さんでテープ、安城工場が紹介 NHK、朝一企画、クイズと曇りあなたの知らない、粘着テープの実力で、埼玉工場が紹介、日経 CNBC 放映企業、IR 番組攻めの IR、マーケットブレイクスルー、富士テレビ系列、 アンサングシンデレラ病院薬剤師の処方箋に、日番は病院向け隠しテープを、提供テレビ朝日系列、中井正宏のニュースな回でリア地技ありテープ、カットタイプが紹介 BS 富士全国放送、クイズ。ノーベル賞で発売当初のセロテープ、宣伝カーがクイズ問題として出題富士テレビ、デンジロ郎の座実験で、セロハンテープが紹介富士テレビ、目覚まし度、曜日ない目座得。 で、ロイ・ヒツボコウが、紹介日、テレ、天海ミ・希主演ドラマ、トップナイフ天才農家会の条件に、日番が医療用製品を提供テレビ東京、そもそもなんで、ダメなんだっけに、野菜結束テープタバネラが、紹介二千十九年テレビ東京、フットックスブレイン日番が、スポンサー協力しているタイのプロサッカーチーム、バンコクユナイテッド、J リーグチーム FC 東京との取り組みが、 スポーツ番組で紹介された BS 富士クイズノーベル賞でセロハンテープに関する問題が出題テレビ朝日クリームクイズミラクル9番組内でのオートテーパーが紹介ありがとうございます